はい、懲役太郎サブチャンネルです。Google ピクセルスマートウォッチが来たんですね。つけております。で、何日か経って最初、設定とかすごいですね、 Google のね、このあれは、スムーズに設定できるわけですよ、スマートフォンとね。ただ、前のやつがね、ソニー製のやつ、あれもいいんですよ。ただこうやって、放送っていうか配信っていうかしてると、ベルトが鉄っていうかスチール製のやつでガチャガチャ音がするんでね、ちょっとまずいぞと、あれはあれで良かったんですけど。で、このスマートウォッチ、シリコン製のっていうことで、ね、音はしないだろうということで買ってつけていて、調子がいいわけです。で、いろんな機能があるぞと。でも、そんな設定するのが大変なのでね、いつかやればいいの、暇があるとき少しずつ。とりあえず私は時間と日にちが分かればまずいい。なんか心拍数だとかやれ何度かとかいろいろね、ありますけど、そんなのはもう時間と曜日、時間が分かればいい。まず確実な、正確な、そこが大切なんでね。そうなんですよ。あれ、今見てると電波時計と1分差なんで、これこっちの遅い、どうなんだこれ、スマートフォンと電波時計が、電波時計正面に置いてるのが、電波時計が1分は、いいか。これ、成功の電波時計。もう時間がね、大事なんでね、やっぱり。これは話戻りますが。で、黒いやつとか白いやつとか、ベルトのとこが変えれるように、ね、アマゾンとか楽天でベルトが安いの、これダメかなと思って、結構薄いし、ちっちゃいけど、細いけど、全然つけてりゃなんてことないんで、これは便利だなと。ちょっと私にはアップルウォッチもつけてますけど、やっぱりアップルウォッチの使い方、操作性よりはこっちのがやっぱりね、アンドロイドの方が私には性が合ってるなっていうのがあって、はい。で、それでつけていて、最初はこの LINE とかも来てね、音もして、いいな、みたいな。で、探せるぞ。で、つけていまして、そういや、何にもね、機能的なものもあれだし、で、携帯の方を見て、これを見て、設定しようと思ったら、接続できませんとかなるわけで、忙しいし、いいやと。でも、さすがに接続できません。なんか、新しいバージョンアップがどうのこうのってなったから、やんなきゃいけない。接続できませんは無理じゃんと思って。どういうことなんだ、壊れたのか。ただのこれじゃ時計じゃんみたいな。何にもスマートウォッチになってないじゃん。何だったと思います、これ。どういうことだと思います、はい。音がしないように、飛行機、機内モードにしてたから。それで1週間ぐらい過ごしてるわけですね、私。機内モードにしてたから、それは接続できませんよね。音もしない。ただ時計の機能ということです。はい。なんだそれ。ね。何にも意味がなかったじゃん。ね、これからはね、いろいろ、機能をね、使えるようにしたいと思います。以上です。